神田とは、日本において、神社の祭祀などの運営経費に充てる両伝のことを、言う。音大五神田、大井五伝とも、伊勢神宮の神田神宮神田での神田を田植え発、湯島天満宮五神田発穂神田の起源は、明らかとされていないが、大火以前から存在したと考えられている。七世紀後半に、律令制が整備され、電磁学分伝などの反電修士の体系に、 組み込まれていっても、神田のみは、反伝の対象外とされた。これは、神田及び寺田が、神社や寺院の所有物ではなく、神仏に帰属するものと認識されていたことによる。そのため、神仏に帰属する神田、寺田の売買は禁止されていた。8世紀に成立した大法律令、養老律令では、神儀令、伝令などに、神田の規定が置かれた。 それによると、神田を工作するために、神戸が設定され、神戸にかかる、祖業町は、神社の造営、運営経費に充てること、そして六年に一般の判電修受の対象から除外することが規定されていた。すなわち、神田は冬祖伝とされていた。神田を冬祖伝とする観念は、平安時代の荘園の増加につながっていく。 9世紀から10世紀に律令制が崩壊した後も、神田には冬の剣が認められていたため、コンデニや買収などで付近の伝寺を集積していたたと、イコール開発領主は、自分の経営する伝寺を有力な神社へ寄進することで、冬の剣を獲得しようとした。そのため、有力寺社には、荘園の寄進が集中した。その後、11世紀から13世紀頃に、 小園考領制が成立すると、小園や国画慮の序他の一つとして神田が位置づけられた。神田にかかる年貢、くじは、領主の収入とはならず、神社の祭祀、祭礼の経費に充てられた。こうした観光はその後も続き、現代でも多くの神社で神に苦語するための多として、神田、御神殿が存続している。日本の地名としての神田は、上記の神田に由来する。神田は、 日本各地に存在したため、地名としての神田も日本全国に分布している。著名な神田には、千代田区、神田などがある。日本の名字の神田も、上記の神田に由来する。ありがとうございます。